です、本日は、11月入ってシーズンインということで、筑波線 TC 線です、去年も参加した、インプ WRX エボ壮行会ですねに参加してます、去年はね WRX 部門で優勝しましたんで今年も、まあ、優勝しちゃおうかなと思います。まあでタイムはね去年が39秒3だったんで、まあ、38秒前半もしくはうまくいけばちょっと37秒9ぐらいはちょっと狙っているんで、はい、そんな感じでやっていきます。で、ジャッキね、結局サイドオーバーホールしたんですけど、なんかピストンがもうね、傷入っちゃってて多分それでダメっぽい感じなんです。ちょっといろいろアドバイスしてくれた方はありがとうございました。ちょっとピストン傷入ってました、ね、で、あとアライメントの方は動画撮ってないんですけど、あの富士が終わってからサイドを最終調整して、フロントがキャンバー5度ぐらいで、リアが4度あるかないかで、トーがね結局前後 3.5 ミリアウトぐらいにしました。で、一応ちょっとこれで落ち着く感じかなという。で、あとはちょっとやっぱ減衰でどうにかしていこうと思うんで、はい、とりあえずこんな感じでちょっと今回は走っていきます。もうこれで今度から飯食っていこうかなと思いますよ、タイヤカス職人、タイヤカス職人カスだから。これのカン君のさじ加減によって俺のタイム変わるからね。いやもうそうだよ。ああ俺もあの筑波線37秒仕様で削ってるんで。あ、なってる。ああ、もう TC2000 とも1分切り58秒頼むで。どんな車でも出るそれは持った。どんな車でも、もう265のね A050 ですからもう俺がこれね、もうやれや、もう1分切りっすわちゃんとカスは捨てましょうね。そうだね、カスはちゃんと捨てます。チートリ持ってくればよかったなちょっとジョイフルホンダで買ってくるか
ぐらい速くなって、まあ、38秒前半は絶対出るなって自信があったんですけど、まあ、まだ合わせきれてないところあるんで、まあ、あと気温次第ではあるんですけど、まあ、フラット近くまでちょっと頑張って出したいなっていうのがあって、あとやっぱり1コーナーが苦手で、やっぱクリップウォークなんで進入頑張っちゃうんですけど、やっぱりアンダーになっちゃうんで、やっぱ丁寧に行って、まあ、クリップまではちょっと余ったらパーシャルかなんかで合わせて、あとはまあクリップからはもうほんと全開にしなきゃいけないんで、まあそんぐらいかな、そんなような。あと最終もちょっとね苦手だけど、とりあえず今全体の3番時計なんで、もうちょっと頑張りたいのと、あとねリアの伸びがやっぱり2ヘアでオーバーが出るんで、そこだな。ちょっとフロントの減衰、いやでもな、縮み減衰固めるとちょっとアンダーっぽくなるし、ちょっと悩みどころなんですけど、ちょっと2本目頑張りたいと思います。1秒ぐらい遅いね。全然うまくいかなかったね。2本目走ったんですけど、伸びなかったね。もう気温がもう20度ぐらいになっちゃってるから、38秒4っていうね。でも一発目しかグリップしません。 GS途中何回かアタックしたけど、ちょっともううまくいかないんで、最後まで走るのもったいないんで、全部もうやめやめやめ、最後もまあこんなん垂れちゃって、やっぱ気温だね。気温が低ければもうちょいいけるんだけど、ちょっと厳しい。でやっぱ1コーナーがね、自分下手すぎてちょっと手アンダーなんで、で1部屋もブレーキ余っちゃうし、なかなかね、なんか今日はね合わせるのが難しいコースに、やっぱつくば苦手なんだなっていうつくば線感じです。で2本目ね、ちょっと動画熱くなっちゃって撮れてなくて、 GoPro がちょっと動画は多分ないかもしれないですけど、はい、あと3本4本でスーパーラップ走っていきます。
ジでうまいこれ。マジで。あ、そう。入れちゃいます。はい。じゃあ頑張ってください。さあ、GT3 タオケの時間。目標何秒ですか、江藤さん。はい、あ、まあ、現実問題38秒2ぐらいですね。現実38秒2ぐらい。OK です。いってらっしゃい。
さあ、2、さあ、第1位、もうカメラ用意してるの YouTuber、カメラ用意してるの大丈夫大丈夫大丈夫はい、ゆうとさん、はい、タイムは38秒7ですが、はい、おめでとうございます。さあ、集合写真。はい、ね、スーパーラップも、全部の走行も終えて、一応まあスーパーラップはね、38秒6と、ちょっと気合が乗りすぎて、1コーナーやっぱ突っ込みすぎのアンダーっていうね、まあ、うん、そんな感じでした。あと他も、ちょっとまあ合わせきれずで伸びずでした。で、結局やっぱ朝一の気温低い時に出た38秒3。っていうのがやっぱりベストになりましたね。まあ2本目3本目とか38秒4とかね、気温が上がってきた中でもまあコンマ1落ちとかそんな感じではあったんで、まあうん、だいぶ気温落ちれば7秒入る感触にだいぶ近づいたのかなっていうのはありますんで、まあ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 良かったんじゃないかなという、まあギリギリラインのまあ良かったかなっていう感じです。うん、まあとにかく1コーナーがね、筑波線ってクリップが奥なんで、入り口、ただ入り口がすごいきついんで、クリップ奥だけど、入り口頑張ると曲がれないし、ただ頑張りすぎてもちょっとクリップが奥なんで、そこに合わせるのも難しかったりって僕はまあ、そういう解釈で思ってるんで、やっぱ自分の中では結構難しい、1コーナーが難しいですね。はい。てな感じですね。はい。まあ、シーズン一発目開幕。まあ、ちょっと、気温ちょっと高かったんですけど、なるべく、目標タイムにね、近いようなタイムを出せるように、今シーズン、バンバンアタックしていこうと思いますんで、この後のシリーズも、ぜひ、ちょっとお楽しみに見ていただけたらなと思います。で、ちょっとね、TC 戦はすごい僕苦手なんで、ちょっと新企画で、サーキット攻略法ですね。まあ、僕、素人によるちょっと攻略法なんていうような動画も、ちょっと載せて、ちょっと需要があればやっていこうかななんて。ちょっとまあ、そんな教えれる立場じゃないんですけど、まあ、初心者の方なんかとかには、まあ、ちょっと、いい動画になればいいかななんて思ってるんで、はい。今回のところはこんな感じで終わりたいですと思ったんだけど、油温がね、今回110度と、水温が90、いっても6度7度ぐらいで、まあ大体は90真ん中には収まってたんで、アタックしても、クーリング入れて。やっぱりね、でも昨シーズンより、全然多分温度の上がり方と落ち方違うんで、やっぱ、近藤さんのボンネット、はね、やっぱだいぶ効いてんじゃないかなと思います。この前富士走った時はね、もう灼熱の夏だったんで、ちょっとあまり効果わかんなかったんですけど、やっぱこうシーズン入ってくると、まあ去年のね、データとかがやっぱりあるんで、だいぶ温度は、優しいようになってきましたね。はい。この調子で走れば、全然問題なく走れるんで、はい、そんな感じで以上です。